やっちゃうよ。ライオンですので今日もやっていくんですけど、今日はねこのペッカ工場をやっていきたいと思います。でペッカ工場なんですけど、今日はですね、これじゃないこっち、新シーズン大会ですねをやっていきたいと思います。ということでですね、ランクインしてるのが29勝ですね。がまあちょっと遠すぎて今はまだ届かないんですけど、まあまあまあそれで、ね、上位を狙っていこうかなと、思います。ということで、入賞からいきましょう。20勝ってか15、6ぐらいから結構ね強い敵と当たるようになるんですよね。そうそうそう。なんでまあ割とね結構いい動画になるんじゃないかなと思いつつ、って感じですね。マジアチャってことはペッカですかね。ペッカか、メガナイト系のロイホグとかですね。施設ロイホグかペッカかっていう感じですね。おお、なるほど。まあまだ比較的お、まあロイホグだと思うけどね。なんだろう、ですよね。よいしょ、いいよ、いい、エレキがいい仕事してる。オッケーオッケーオッケー。で、雪玉を使ったんで、これ、ファイボじゃないと思うんですよね。さすがに。お、ペッカか。なら、飛ばしてよかったな。お、これいこう。ザップってれば、今、終わってたな、もう。オッケー。雪玉切ってるんで、さすがに。オッケー、いいユノ。細かいのはないよな。オッケー、オッケー。で、これで、タルババはないはずなんで、これをね、ゴーストで受けてあげて、そしたら、むっ !OK。いやー、マジアチャぐらいしかないと思うけどね。ここで捨てるか。やばい、遅れた。OK。一発二発と、いいですね。まあ、そこね、シャシャリ、ロイフからのシャシャリ雪玉してきたらね、それはペッカでしばきますよ、という感じで、はいはいはい。まあまあまあ。おお、すごいな。やる気がすごい、やる気が。まあ、そこまでエリー使ってくれたら、俺、ここでエリー。ああ、でも今ので、今のロスで、俺、時計見てなくてあれだわ。2倍なんで気づかんかった。あ、でもこれ、普通にいいですね。だって、これで。いやー、出たかった、左のやつにも。しかもなんか来たし。オッケー、曲がりましたね。いいよ、いいよ。お、そっちにぶっ走してくる感じね。はい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 、よいしょ。もうここにどうせロイフグぶん投げるしかやることがないんでね、相手は。よいしょ。はい、ということで、はい、グッドゲーム。まあ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 、いいんじゃないですか、結構。ってことで、そうですね。で、あのブッパー、相手が、その、俺が一本打ってから結構、その、ロイフグ雪玉何回もしてきたじゃないですか。あそこで焦って抑えるんじゃなくて、結構その1体のユニットだけで抑えて、相手が呪文打ってきてもね、それをまあ無視して、アドに変えて、みたいな逆サイぶっぱして、相手が次にね、次に攻めるときにエリクサーあんまり使わせないみたいなね、そういう感じですね、割と。で、また、後ろから言うのやら、めんどくせーマジかー。どうしよう。これさー、本当は最初に逆サイケツペッカしたいんですよね。いやー、めんどいなー。どうせなんかごぼうりとかありそうだもんな。ディガーってことは多分ごぼうりがありますね、これは。なんで、こう出していき、ビビドラ来た時用に、おー、なるほど。そういう感じですか。はー、そういう感じですか。ちょっと今、岸さんの真似、あ、やばい、エリア触れてる。岸さんの真似したんだけど。オッケー。ああ、なるほどね。ファイボ。ファイボだけど、スケアミとディガー。
ラバクリア的な感じね。まあ、スキアム切ったんで、次ザップがいらなくなるんでね。あの、ザップの襟すら残さずに、左にぶっぱしたいなと思うんですけど、ワンチャンその、なんだろう。インドラとか、ゴボリが入ってる可能性があるんですよね。そう、それか、もう思いっきり、群れ系か。どっちかなんですよね。やっぱね。なるほど。いや、そりゃめんどい。これ一発ぶち込んでくんねえかな。あー、これめんどいなー、ちょっと。いやー、残ったー、最悪だ。ちょっと待って、マジかよー、もう。グッドゲーム行ってきたし、これさ、あれなんですよね。そう、これ、スキャミがあるでしょ？だってあなた。これで、めんどいのが、インドラがいるんすよ、これ。いや、もっとバシバシ細かいので攻めていけばよかったな、俺が。もったいねえな、この。ファイボでしょ？うわ、最悪だな、これ。はいはいはい。ババかい。やば。いや、マジか。いや、勝てたな、これは勝てた。さすがに勝てたな、これは。もったいねー。すげえもったいね。いやー、まあ相性悪いんですけど、全然勝てたんだよなー、多分。いや、俺の動きが鈍かったわ、だいぶ。ペッカーで動かずに、いや、ババでしょ、ババスキアミ。いや、きついな。でも、ババスキアミとかだったら、やっぱ陸を、だから2周、やっぱ欠落はさせてる時点でした、甘かったなー。うまいやつだったらバシバシもっと攻めてくるもんな。やばかったっすね。多分7襟とかで、その橋前ゴースト、橋前ユーノをバンバンして、相手の陸がない状態にしなきゃいけなかったんですよね。もう馬場も、もうディガーもスキアミもないみたいな、そんな状態にしなきゃいけなかったんですけど、プリンってことは、まあ、枯渇かな。まあ、枯渇ですね。なるほど。おー、あー、あれだ。そういう感じの、そういう感じのやつだ。オッケーオッケー。これで結構今、言うの切ってから、だから3点ちょいヤードぐらいあると思うんで。はいはい。よいしょ。ギャングか？うん、ですよね。その位置のさ、2段階誘導がマジずるいんだよな。で、このタイミングだと、プリンセスバレル、呪文2枚かな。で、ウッドからの、ああ、なるほど。全然だったわ。歩かせてノーダメでくせくばん。オッケーオッケー。で、プリンセスか。あいつ鬱陶しいんでね。アウトローかダックプリか。ダックプリかな。オッケーオッケー。ワンチャンアウトロー来るな、これ。来ないか。まあ、これアウトローいるんでね。正直。なんで、ゴーストだけを持っておいて、これ、多分溶かしてくれるよな。オッケーオッケー。これでアウトロー引き出せそうなんで、かダクプリ。で、それを、あ、ギャングか。それはそれで美味しいな。全部美味しい、別に。プリンセスを端前に出してくれたってのが美味しいんですよね、もう。うん。まあ、ロケットワンチャンぐらいだな。
うわー、抑えられた。めんど、マジかー。まあいいや、これはハシマイプリンもないんでケツペッカで来ると思ったわー。はい、これさ、あいつ死んでガールだけ逆行く説あるんだよな。オッケーオッケー、オッケー、いいよ。オッケーで、これゴーストだけが先行する美味しいパターンね。オッケーオッケー、いいよいいよ、いいいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。ペッカに竹がいっている。オッケー、これでペッカから竹がそれて、しかも細かい系がこれでなくなったんで、これアウトローぐらいしかない。なんでユーナ追加します。オッケー、ガイーン、グッドゲーム。まあ枯渇にも全然勝てますね。やっぱペッカ工場強いですね。そのペッカの射程が伸びたことによって、そのなんだろう、わちゃわちゃ系を殺しやすいっていうか、そのなんだろう、結構遠目に出されたアウトローとかも、戦闘のアウトローボーイをね、いつもより早めに殴ってくれるんで、やっぱそんなんだろう、わちゃわちゃ系に強いですね。その大型とかに若干ご利用されやすくなった感はあるんですけど、逆にそういうなんだろう、アウトローとか、ラクプリとか、そういうのに強くなった感じがしますね。いいよ。なんだなんだ、何が来るんだ。ずれないようにしないとキング起動しちゃうから、ね、はい、 OK で、これで一回コウモリユーノでしょ。コウモリユーノってことは、まあロイフグ系な説があるかな。うん、相手の動きを見つつ、これはエレキをぶち抜いてくれる。えいえい、いいね。はい、え、やば、それやばくね、普通に。いいよいいよ。今ザップめっちゃ早かったな、構えてなかったけど。生きてしまった。よいしょ、いいですね、めちゃくちゃいい流れ。これでまたエレキとかが出てくるか、まあゴーストですね。もう一回もう一回エレキとかで受けてきたところを工場か。へえ、これもケツペッカいって良さそうだな、普通に。もう一枚ぐらい多分、これさすがにゴーストが殴り勝ってくれると思うんで、もう一枚ぐらい引き出せそうなんですよ、このゴーストで。隠れる。OK。さすがに無視するかな。あー、ペッカか。で、これホバか、エレキが来て、はい、もう U の通過が優秀すぎた。OK。これもうさ、割と抑えられるカードないよな。ペッカ切って、エレキ切って、あ、ファイブあるんかい。いけ、もう一発。OK、センキュー。あー。いや、行ってもよかったけど、まあいいや。何？工場だもんな。結構ボコボコにしたな。よいしょ。まあ、ケツペッカですね、と。はい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 、まあ、もし逆サイに来てたらね、今もう3くらい行っちゃってたんで。ファイボかー、なるほど。 OK、 このコウモリは割と無視でいい。はい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 、まあ、とりあえずここは安牌行動していって、おお、それはそこそこやるな。そこそこやるが、
よいしょ、俺の方がそこそこやるということで、ありがとうございます。これ両方無視でいいですね。はい、グッドゲームってことで、結構いい感じですね。なかなかいい流れ。最初のラバに負けちゃったのがちょっと痛いな。いや、23の2は結構参える。23だ、3負けしてたら結構きついんですけど、2負けはまだ参える。だいたいその新シーズン大会の50位のボーダーが33、4ぐらいなんですよ。その勝利数が34勝、34勝なんで、でトップが39か40かっていうイメージがあるんですね。そうそうそう、なんで言うて結構いけそうな気はしますね。全然マッチングしない。なんで急に起きた。ちょっと強そうな名前、 LW。 はいはい、ないですね。終わったゴ TV だわ、さすがに。うわー、きっちー。ネクロはねえやい。ネクロランバーってことはあれかな、オーブンムートクローン。うん、これ無理で無視して、多分大きい呪文ないんですよね、こうなってくると。あ、そうですね、クローンですね、これは。なんですけど、よいしょ。止まるなよ、止まるな、気合い入れてけ。オッケー、こっちで呪文ね、もし打たれてもっていう。まあ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 、いい抑えではないのでしょうか。まあ、そこそこ許容してあげて、今のもね、いい許容だったと思うんですけど、ここでですよね、何を切ってもネクロが来るんですよね、ここで。なんで、バカだる。何を切ってもネクロが来る。で、ネクロと、あれでめんどくせえな、本当に。ネクロと、あれなんですよ、その、なんだっけ、ホバ。ホバで、スケバレでしょってこと、あと1枚ベビドラかオーブンかって感じなんですけど、あと1枚は。ここで簡単にポイズンを使っちゃうと、コバにしばかれるんで、ザップぐらいですね、ここは。まあ、言うてどうせ、これ取り寝されるんで、はい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 。知ってたよと。ここに、マジアチャかー。めんどくせえのがいっぱいいる。もう嫌なんだけど、これ。これどうせもう一枚多分マジアチャ延命してくるんで、うわーめんどくせえ、マジかー、これやだ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 。こっちのホバ探してここら辺出せ。あ、俺の奇跡のポイズンがダメだった。やばいやばいやばい、これやばくね、これやべえで普通に。これクローンされるわ多分。うん、ですよね。くっそ慎重にいかんとな。あー、終わった。あー、なんだよそのデッキマジで。切れていいっすか、俺切れていいっすか、こんな。あー、いい防衛したけど、いい防衛したで終わり。なんでそんなデッキが来るの、なんで。もっと逆サイ踏んでも振っても振っても振ってももう逆サイの、ホバにポイズン打ったのが違いましたね。あれが圧倒的に違った。
あそこでネクロに防衛ポイズン打たないといけないから、ホバにはホバは逆サイだったし無視でよかったな。お面倒すぎだろこのデッキ、やばいだろもう。切れていいっすか本当に。いきますラスト。やりすぎ？まあいいでしょう。次は勝って終わりましょう。いやー来ねー、全然マッチングしないじゃん。そう、俺明日、あ、明日じゃない、もう今日か、日時的に言うと。今日あれなんですよね、トイストーリー見に行くんすよ。そう、なんか俺今まであんまその映画とかをちゃんと見たことなかったんですけど、その金曜ロードショーとかでやってたじゃないですか、ちょいちょい。なんですけど、もう携帯とか触りながらぼんやり見てたんで、内容とか全然知らなかったんですけど、最近ね、その1を改めて見たんですよ。そしたら、めっちゃ面白くて、普通に。え、面白いってなって、で、2見て、これから3見るんですけど、で、その日に、3見た日に行くっていう。あれ、この人三銃士上手い人じゃなかったかな。もう三銃士嫌なんだよな。あ、三銃士の顔してるわ、もう。つれー。もう三銃士の顔してる。あー、ダックフリー。あ、ってことは、なんか、めんどい。しゃあないっすね、これ。OK。まあ、これで休養ですね。よいしょ。これさ、でも、結構相手今、カード割いたんすよね。これもう工場つけるだけで終わりなんじゃねえかなっていうぐらいカード割いたんで、もうぶっぱでいきます。雪玉とかないよね多分。あ、終わりか、俺が終わりもしかして。一発一発 OK センキュー。これはでかい。どっちかを無視するかだよな。さすがにどっちもは足せないと踏んで、ね、ああ終わった。これはもうこれいい良きところでザップ打つしかない。よし、おハンターが、なるほど、そっちもエリナシマンってことね。工場足したのは良くなかったっすね多分。よいしょ、これアイゴレしかないと思うんだよな普通に。工場つけても良かったな。30して、ここら辺で。うわー、それはちげえ、それはちげえ。うわー、マジか。縦モーナーですか、まさかの。なんかチュチュチュン来てるし、よいしょ OK。 まあ多分これじゃ潰せないと思うんで。いやーそっちに出てくるか。うわー、やばい。これ残るよな。残んないことを祈る。あー、残っちった。終わった。あー。あー、終わった。マジかよ。負け越してしまった動画で。超、やべ、もう一戦生きて。もう一戦生きて。やばい。やばい。カリカリする、めちゃくちゃ。めちゃくちゃカリカリする、やばい。いやー、マジか。今の勝てたな、絶対。あっちだな、工場とガグを足すのが逆でしたね。もうちょい様子見てよかったな。ハンターをどっちかに出てくるときに、そのどっちかの方に出しちゃったんで、ハンターじゃない方に出してればもう完璧に入ってたんですよね、あれ。あ、もったいねー。くそ。ってことで、ちょっとね、終わっちゃうんですけど、もうちょっと、もうね、カリカリマックスで止まらなそうになるんでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。いやー、ペッカ工場で巻き越したのつらっ。ということで、今日はこの辺で終わります。また次の動画でお会いしましょう。
ね、今ね、夏休み期間ということで、ね、毎日日本投稿やってるので、もしよければね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日の辺で終わります。バイバイ。